思ったよりはまともな構えだね。でも、ちゃあ！行くぞ！伊達少佐直伝の必殺剣！アンダームよ！手抜きして稽古になるか！はい、おしまい。あら、とっても優しく叩いたのよ。それにしても、どうして審査は毎日怪我してくるのかしらね。言えないの？まあ、秘密にする理由もわかるけど。私にはお見通しよ、朝ちゃんとのこと。でも、毎晩こんなに激しくするのは良くないわね。いくら二人とも若いからって。わかるわ、朝の気持ち。でも先生と教え子でしょ。その、いろいろと心に葛藤があるんじゃないかしら。新さん真面目そうだし。新さん、朝ちゃんにやられてるの？じゃあ、もしかして、朝ちゃんの方が上？意外ね、朝ちゃんがそんなに積極的な子だったなんて。意外よ。はあ、すごいわね。そんな、先生が、信じられないです。でも、スミさんがおっしゃってて、私、見損ないました。お兄ちゃん、じゃなく、先生。あ、私、用事があったんです。ご自分の腹にお聞きになったらいかがですか。あら、お知り合ったかしら。ともかく、失礼します。
魚。キヌン、何やってるんだよ。アサちゃん、私は何も。さよなら。あ、なんだあいつ、変なやつだな。別にないけど、ちょっと付き合いが悪くなったくらいかな。それより、今晩も稽古だ。先生は思っていたより筋がいいから、しばらくすれば伊達少佐くらい。うわ、無理でも。ちっとはマシな軍人になるや。あれ、嬉しくないの？じゃあ。新さん？なんでここにいるの？ダメよ、朝ちゃんが待ってるじゃない。ダメ、私が朝ちゃんに怒られちゃうの？いいからいいから、早く朝ちゃんのところに行ってあげなさい。
アサさんだけではなかったんですね。教え子みんなに、
朝ちゃんの部屋に毎晩行ってるの。あれはエッチなことしてるに違いないって。他の子はいろいろあって遊んでくれなかったけど、朝ちゃんだけは私と遊んでくれたんです。だから、だから。先生、私を。朝ちゃんの代わりに私を先生が好きにしてください。先生、何騒いで。あ、来るのが遅いから探しに来たら、こんな。少しでも期待した朝がバカだった。あんたは絶対に伊達少佐みたいになれない。この助けめバカ野郎。いつ見ても大きな背中だな。本当に伊達さんは立派な軍人だよな。どうした朝、私の背中に何かついているか。ううん、なんでもないよ伊達さん。あ、今日からは伊達少佐って呼ばなきゃ。そうだな、お前もこれからは軍の一員だ。うん。後悔しているか、朝。そんなことないよ。お国のために戦えるんだろ。朝、軍人になるために生きてきたようなもんだし。それに。ねえ、一緒にあんみつ食べに行かない？素敵。早く行きましょうよ。朝、どうした？それに朝、学校も行ってないし、普通の場所では変だもの。変？だってそうでしょ、朝みたいに男っぽい女他にいないし。朝、それは。そんなことないなんて言わないで。朝、自分のことは自分でよくわかってるから。朝は今の自分が嫌いか。え？嫌いなのか。そんなことないよ。朝、ずっと父さんや伊達少佐みたいになりたいって思ってたし。なら、自分が他人の目にどのように映ろうと、それを恥じることは何もない。伊達少佐。朝は朝だ。加藤朝、ライム隊の一員として全力を尽くします。期待しているぞ。
どんな奴にも負けないよ。伊達少佐と一緒なら。バカ野郎、バカ野郎、あの奴、伊達少佐の代わりになんかなれやしない。なんで死んじゃったんだよ。少佐がいなくなったら朝どうやって戦っていけばいいのかわからないよ。敵、少佐の敵でも命に代えても倒してやる。違います。それに教え子に手を出すような度胸が先生にあるとは思えませんもの。ごめんなさい先生、私たちとんでもない勘違いを。
急げ、ウマカイ君。朝はたった一人で出撃している。このままでは朝が持たん。やったの、慎太郎。あの娘らが本当の力を発揮したとき、
ライムは真の姿を現す。あれこそ絹のライム、マサノリじゃ。マサノリなの。アサちゃん。一人で行かないでよ。私はいつもアサちゃんと一緒にいたいのに。ごめん、キヌ。でも、アサちゃんを守りたいって思ったら、私のライム、マサノリに成長できたよ。先生、朝がこんなんじゃ姉の伊達少佐も安心できないよね。当たり前だろ。伊達少佐、朝、少佐の分まで戦ってみせる。見ていて。